皆さん、こんにちは。このビデオでは、みんなの日本語中級1第1課文法のパート4を勉強します。じゃあ、始めましょう。まだ第1課の語彙を勉強していない人は、先にそちらのビデオを見てください。下にリンクが貼ってあります。文法項目の1から3のビデオもあります。みんなの日本語中級第1課文法項目のパート4では、N1 を N2 というを勉強します。例を見てみましょう。1月1日を元日と言います。1月1日を元日と言います。January 1st is called 元日。1月1日を元日と言います。Also, you can translate. We called the 1st of January. 元日 means New Year's Day. 1月1日を元日と言います。1月1日 N1 を元日 N2 と言います。正月、お正月、New Year's Holiday。お正月に、during New Year's Holiday。神社や、神社、Central Shrine。お寺、Buddhist Temple。お寺に行くことを、初詣と言います。お正月に神社やお寺に行くことを初詣と言う。正月に神社やお寺に行くことを初詣と言う。Visiting a shrine or temple at New Year is called 初詣。練習をしましょう。あまり難しくないと思います。練習1、例。お正月に食べる料理、おせち料理、おせち料理、お正月に食べる料理、おせち料理。お正月に食べる料理をおせち料理と言います。お正月に食べる料理をおせち料理と言います。1番、畳の部屋、畳、畳、マッチ。和室、Japanese style room。畳の部屋、和室。畳の部屋を和室と言います。畳の部屋を和室と言います。日本の伝統的な服、着物。伝統的な traditional。日本の伝統的な服を着物と言います。日本の伝統的な服を着物と言います。挨拶の時、挨拶、グリーティング。挨拶の時、頭を下げること。お辞儀、頭を下げます。下げます。下にします。挨拶の時、頭を下げること。お辞儀。挨拶の時、頭を下げることをお辞儀と言います。挨拶の時、頭を下げることをお辞儀と言います。4番、お正月に、on New Year's Day。 自分の子供や親戚の子供にあげるお金、お年玉。親戚、relatives。お正月に自分の子供や親戚の子供にあげるお金をお年玉と言います。お正月に自分の子供や親戚の子供にあげる
お金をお年玉と言います。お正月に自分の子供や親戚の子供にあげるお金をお年玉と言います。5番、お年玉を入れる袋、お年玉袋。お年玉を入れる袋をお年玉袋と言います。お年玉を入れる袋をお年玉袋と言います。お年玉はお金です。お正月にあげる、子供にあげるお金をお年玉と言います。そのお金を入れる袋をお年玉袋と言います。お年玉を入れる袋をお年玉袋と言います。6番、和室の部屋で座るとき使う小さい布団、座布団。和室の部屋で座るとき使う小さい布団、小さい布団を座布団と言います。和室の部屋で座るとき使う小さい布団を座布団と言います。和室の部屋で座るとき使う小さい布団を座布団と言います。和室の部屋で座るとき使う小さい布団を座布団と言います。7番、畳や床の上にきちんと座ること、正座。畳、畳、mat。床、floor。きちんと、properly。畳や床の上にきちんと座ることを正座と言います。畳や床の上にきちんと座ることを正座と言います。畳や床の上にきちんと座ることを正座と言います。8番、乾いた、dry。洗濯物、洗濯したもの、洗濯物、フォルディングすること、畳む。乾いた洗濯物をフォルディングすることを畳むと言います。乾いた洗濯物をフォルディングすることを畳むと言います。乾いた洗濯物をフォルディングすることを畳むと言います。9番、畳んだ服をしまう家具、ファーニチャー。タンス、畳んだ服をしまう家具をタンスと言います。畳んだ服をしまう家具をタンスと言います。畳んだ服をしまう家具をタンスと言います。10番、自分のお金を使うことが嫌いな人、ケチ。ケチ。自分のお金を使うことが嫌いな人をケチと言います。自分のお金を使うことが嫌いな人をケチと言います。11番、彼のような人、ケチ。彼のような人、A person like him。 彼のような人をケチと言います。彼のような人をケチと言います。練習に、Please follow the example. 例、お正月に食べる料理。これはクエスチョンとアンサーを作ります。クエスチョン、お正月に食べる料理を何と言いますか？アンサー、おせち料理と言います。お正月に食べる料理を何と言いますか？
おせち料理と言います。1番、畳の部屋。The question. 畳の部屋を何と言いますか？畳の部屋を何と言いますか？アンサー？和室と言います。和室と言います。もう一度クエスチョン。畳の部屋を何と言いますか？アンサー？和室と言います。2番。乾いた洗濯物をフォルディングすること。クエスチョン。乾いた洗濯物をフォルディングすることを何と言いますか？クエスチョン。乾いた洗濯物をフォルディングすることを何と言いますか？アンサー？畳むと言います。畳むと言います。もう一度クエスチョン。乾いた洗濯物をフォルディングすることを何と言いますか？畳むと言います。畳むと言います。3番、布団をしまうところ。布団をしまうところ。クエスチョン、布団をしまうところを何と言いますか？アンサー？これはベーシック2で勉強しましたね。押し入れと言います。クエスチョン、布団をしまうところを何と言いますか？アンサー？押し入れと言います。布団をしまうところを何と言いますか？押し入れと言います。4番、お正月に神社やお寺へ行くこと。クエスチョン、お正月に神社やお寺へ行くことを何と言いますか？お正月に神社やお寺へ行くことを何と言いますか？アンサー？初詣と言います。初詣と言います。もう一度クエスチョン。お正月に神社やお寺へ行くことを何と言いますか？アンサー？初詣と言います。5番、お正月に神社やお寺へ行ってお祈りをすること。お祈り、プレイヤー。お祈りをする、トゥープレイ。お祈りをする。クエスチョン、お正月に神社やお寺へ行ってお祈りをすることを何と言いますか？お正月に神社やお寺へ行ってお祈りをすることを何と言いますか？アンサー？初詣と言います。初詣と言います。お正月に神社やお寺へ行ってお祈りをすることを何と言いますか？アンサー？初詣と言います。6番、彼のような人。A person like him. 彼のような人を何と言いますか？アンサー？ケチと言います。クエスチョン。彼のような人を何と言いますか？アンサー？ケチと言います。彼のような人を何と言いますか？ケチと言います。練習3。レイ、スティンギー、日本語。これもクエスチョンとアンサーを作ってください。レイを見てみましょう。レシー、エクサンポ。クエスチョン、スティンギーは日本語で何と言いますか？スティンギーは日本語で何と言いますか？はパーティクルを使ってください。トピックにします。スティンギーは日本語で何と言いますか？ How do you say stingy in Japanese? これはレッスン7で勉強した。スティンギーは日本語で何ですか？同じ意味です。 What's stingy in Japanese? スティンギーは日本語で何と言いますか？は
stingy は日本語で何ですか？この2つの文、センテンスはほとんど同じ意味です。アンサー。ケチと言います。ケチと言います。stingy は日本語で何と言いますか？アンサー。ケチと言います。So question, stingy は日本語で何ですか？アンサー？ケチです。ケチです。どちらの言い方も OK です。ただ、but、このレッスンではこの言い方を練習します。1番、スネーク、日本語。So question, スネークは日本語で何と言いますか？アンサー？指と言います。クエスチョン。スネークは日本語で何と言いますか？アンサー。蛇と言います。蛇と言います。そう、スネークは日本語で蛇と言います。2番。タイガー。日本語。そう、クエスチョン。タイガーは日本語で何と言いますか？タイガーは日本語で何と言いますか？アンサー？トラと言います。トラと言います。タイガーは日本語でトラと言います。3番、フロッグ、日本語。クエスチョン。フロッグは日本語で何と言いますか？フロッグは日本語で何と言いますか？アンサー？カエルと言います。カエルと言います。クエスチョン。フロッグは日本語で何と言いますか？カエルと言います。フロッグは日本語でカエルと言います。4番。これ？日本語。これ？日本語。クエスチョン。これは日本語で何と言いますか？これは日本語で何と言いますか？皆さん覚えていますか？アンサー？ホチキスと言います。ホチキスと言います。これは日本語で何と言いますか？ホチキスと言います。5番。それ？英語。So question。それは英語で何と言いますか？それは英語で何と言いますか？アンサー？ステープラーと言います。ステープラーと言います。5番。この動物、アニマル。日本語。クエスチョン。この動物は日本語で何と言いますか？この動物は日本語で何と言いますか？猿と言います。猿と言います。クエスチョン。この動物は日本語で何と言いますか？猿と言います。6番。猿。あなたの国の言葉。クエスチョン。猿はあなたの国の言葉で何と言いますか？猿はあなたの国の言葉で何と言いますか？アンサー。猿は私の国の言葉でと言います。猿は私の国の言葉でと言います。皆さんの答えをコメント欄に書いてください。皆さんの答えをコメント欄に書いてください。この通りに、like this 書いてください。猿は私の国の言葉で何々と言います。今日はここまでです。お疲れ様でした。今日はここまでです。お疲れ様でした。今日はここまでです。お疲れ様でした。